サミュエル・デマレ・サミュエル・デマレは、スコラ学的な作法で書かれており、教科書として広く利用された。著述家としてのデマレの活動は、主に論争に費やされた。攻撃の対象は、カトリック教会、ソッツイーニ派、アルミニウス主義、ジャンダイエラ・ラーミロー主義者、千年王国主義などであった。ありがとうございます。